最後は誰払うかと思う？キメツオはこんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は視聴者さんからのレコメンドで、日本のお笑い動画でルリフターズの感情のなつりつけ挑戦を見ていきたいと思います。長嶋中秀樹さん、ありがとうございます。もしこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。ダネルが흔히ないよ、もう、かんぱんちびさ、じゅっぽん、そむちんともじもにきよ。お店でお食事、お腹がいっぱいになった後回ってくるのが、お勘定。あ、この時期は夫婦ですな。おつな蒸しちゃうな、本当はね、うんうんうん、やっぱりでも寒くなった頃鍋ってのはいいな。まあでも分は高いらしいね。あ、今年そうか、やっぱり、うん、高いらしいよ、うんうん、なかなかどうして、これお鍋ですかね。まあ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 、まあ、ないわないわ、すみません、すみません、お姉さん、あのビールもらえますか。ビール、はい、すみませんね。はい、どうも、はい、ご苦労さん、どうもね、ありがとうね。うん、もう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 、もちだったらこれくらいの、うん、はい、どうも。うん、うん、終わった。あ、なんか、うまいもんすな、やっぱりな、うん、ナビはいい、うん、ちょっと食いすぎたかな、これな、ちょっとね、もう食いねえな、もう食いねえ。さっきはどうぞ行きますか。そろそろだね、うん、ね、うん、そろそろだな、うん、ちょっと便所行ってよ、便所買って、すいませんね、すいませんね。どうだ、便所食いたい、なんか分かった、ええあ、こ、あ、こ、あ、こ、あ、ちょっと、まだ解決するんじゃねえか。あ、そうか。どうぞ、感じてか。いや、最近胸がね、ちょっとね、タバコ吸いすぎなかったからね、こう胸がこう、気をつけろよ、咳が出てね、気をつけろよ、タバコ吸いすぎたらいけねえぞ、年だからね、だよ、うん、お互いにお前体気をつけないとな。そうだよね、うんうん、裏なんだから、こう最近よ、風邪ひっちゃってな、今急に寒いからな、こういうとこな、気をつけねえからねえぞ、もう、ね、あ、言ってるそばからくしゃみ、ええええそうからか、まいったな。タバコやめようと思ってもこれがやめらんねえんだよ、やめたほうがいいな、ね、えただ飯食った後の一服がうまいでね、これね、答えられないしな、うん、これもうまだこれ余ってるか、これがあれだな。さて、行きますかね。あ、そろそろ、え、まだ酒余ってるのかな。あったんすか。まあまあまあ、いっぱい行けよ、もう一回行けよ、まあ、すいません、すいません、花から俺ビール飲んでるずっと今日は。あ、酒食べかい。あ、酒あんまりね。あ、そうか、なんだな、そうか、お姉さん、お姉さん、あの箸もらえあったらもらえる。あ、こっちあるわ、ある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 わ、あるわ、あったあったあった。さて、そろそろですかね。だな、時間も時間ですね。うん、そうか、だけどちょっと暑いだろ、やっぱ鍋食うとね、な、汗かいちゃうね。これあの、汗拭いた方がいいと。いやいや、こっちに自分があるから。いや、あ、だな、さっ
パスタありかい、やっぱり今年のあの忘年会は歌はありかい、あの親父の飲み会、あのよいしょよいしょのありかい、親父の飲みだな、いや、ええのどしてかな、なそうかい、ええのどしてるよ、あれはもう女こ頃だもんな、あれで、ね、じゃあすぐに言いなさい、お前社員が何人コロコロ行くのか分かんねえね、そんなことねえよ、お前ちょっと歌教えてもらおうかな、俺にもちょっとな、歌おうよ、歌おうよ、教えてもらおうかな、俺そうか、他にも忘年会あるからよ、あれやっぱり日本人のこうハートをクッとつかむからな、あれはな、教えてくれよ、教えてくれよ、歌おうぞ、あれあの悪いけどちょっと掛け声ちょっと入れてくれや、どうなんだっけ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あの船のよいしょだ、そう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 、よいしょ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 、よいや、いいのでした。勉強になった。どうぞ、帰りましょうよ。最後は誰払うかと思う。なかなかにバレないのな。あ、誰が住むのか帰りましょうやね。ね。ずーずん、ちゃちゃちゃん、ちゃん、ちゃらちぃ。あの、お客さん、はい、お客さん、あの、いがわに帰ってもらいたい。帰ることは帰るけど な帰っての山々だいな、俺だってな、ちょっと値段見てな、いくらだよ、17万5000円で、すごい、あっ、あっ、大丈夫かな、心臓が、このお笑い動画すごく面白かったんですね。こんなシチュエーションでもしあないと思いますけど、皆さんがこんな中の視聴者に将来があったらどうしますか？はい、最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。チュンデプリー。